フォルム・ロマヌム内での一元損する二階部分、タブラリウムは、古代ローマのフォルム・ロマヌムの生誕にあった、公文書館。法律や公的記録が保管されていた施設である。それらを刻んだ青銅板が保管されたことからこの名が、追加と言われる。紀元前83年に起こった火災からの復興のため、カピトリヌス農家を大規模再整備する事業の一環で、紀元前78年に、 執政官であったクインタスルタティウスカトルスとマルクスアイミリウスレピルスにより建設された。古代ローマ死政家の各都市にも同様の公文書館が設けられており、公文書保管以外にも役所の役目も果たしたと言われる。この建物はフォルムロマヌムからカピトリヌスに続く旧傾斜地に擁壁を設けかさ上げした上に建てられている。ファサードは ペペリノとトラバーチンのブロックでできており、内部のボールとはローマンコンクリート製である。ファサードはコンコルディア神殿の裏に面していて、3層になっていた。1階は高い城壁のような壁で最上部に最高用の四角い窓があり、大きな扉から入るとホルムと同じ高さの部屋があった。2階にはドーリア式のアーケードがあり、3階は コリント式のコロネードになっていた。タブラリウムが建てられる前にこの地に立っていた、ウェイオーイス神殿は、破壊されることなくタブラリウムの建物内に取り込まれ、残存している。東側に隣接して、ウェスパシアヌストティトス神殿と、コンコルディア神殿、さらに、ロストラがあり、その先に、ホルームが広がっていた。紀元46年に、クラウディウス帝の命により修復されている。 中世になると、上層階は取り壊され取り出として使われた。さらに、ルネッサンス時代になると、ミケランジェロが既存の建物の上にセナトリオ宮殿を建てた。それ以来、この建物は主に行政庁舎として使われてきたが、16世紀から17世紀には一部の部屋が塩の保管庫に、19世紀には牢獄として転用されていたこともある。現在は、 カピトリーの美術館からのミタブラリウムに入ることができ、2階部分のアーケード窓からフォルムロマヌムが一望できる。ありがとうございます。